今回は先日お伝えしたあのダイヤモンドシャープナーのこれね削り方のコツがねあるので、今回それを追加でお伝えしようかなと思います。それはねどんなコツかっていうと、前回の動画ではですね、このタイヤの面に対してこの平べったい面を当ててやってましたけど、スキーとかスノーボードをやられた方はわかると思うんですけど、エッジで滑る感じですね。あの感じをこれでもやってみると、いわゆるエッジをこう立てて、こう押し込むように削るとすごい楽に削れますんで、ぜひやってみてください。力をかけながら、はい、のんびりやるような感じでね、丁寧にやってもらえればいいと思います。なんじゃないかなと。この端っこが硬かったからね、滑って転倒した人もいるんじゃないかなって思うような転倒動画とかが、まあ、しばしば見られるんで、まあ、今回こんなようなねあのことを思いついてやってみたんですけど、実際走るとね、このコーナリングした時のグリップ感がもう全然ガラッと変わるんで、コーナリングに不安のある方はね、ちょっとやってみたらいいのかなと、そんな風に思ってます。